ザクロ。ザクロ、ザクロ、ザクロ、若竜、英名、ポムグラニット、学名、は、ミソハギカザクロ族の一種の落葉症高木、また、その果実のこと。庭木などの干渉用に栽培されるほか、食用になる。ザクロは、ザクロ族二種のうち一種である。ザクロ族の種は、ザクロと、東アフリカのソコトラ島産のソコトラザクロ、の二種のみである。 ザクロ属は、ミソハギ科に属すザクロは、果実の色などから、二つの亜種に分けられる。非常に多くの栽培品種がある。葉は耐性で、楕円形、滑らかで光沢がある。初夏に、先行色の花をつける。花は、脂肪界で、ウテナと、花びらは六枚、湧水は、多数ある。果実は、花たくの発達したもので、球状を提示。 秋に熟すと赤く硬い外皮が不規則に裂け、赤く透明な多重性の果肉、仮種皮の粒が無数に現れる。果肉一粒ずつの中心に種子が存在する。ザクロには多くの品種や変種があり、一般的な赤身ザクロのほか、白い水晶ザクロや果肉が黒いザクロなどがあり、アメリカ合衆国では、ワンダフル、ルビーレッドなど、中国では水晶ザクロ、 ツヨシザクロ、オーベニザクロなどの品種が多く栽培されている。日本に輸入されて店頭に、しばしば並ぶのは、イラン産やカリフォルニア州産が多く、輸入品は、日本産の果実より大きい。原産地については、トルコあるいは、イランから、北インドのヒマラヤ産地に至る西南アジアとする説、南ヨーロッパ原産とする説及び、カルタゴなど、 北アフリカ原産とする説などがある。世界各地で栽培されており、トルコから中東にかけては特にポピュラーである。日本における植栽範囲は東北地方南部から沖縄までである。日当たりが良い場所を好む。若木は果実がつくまで20年程度要する場合もある。病虫外には C が貝殻虫がつくとすす病を併発する場合がある。 新王国時代にエジプトに伝わり、ギリシア時代にはヨーロッパに広く伝わったとされる。東方への伝来は、全館の武帝の命を受けた長剣が、西域から帰国した際に、パルティアから、ザクロ、アンザクロあるいは、塗り林を持ち帰ったとする記述が、小類本像、1091年から1093年以降の書物に見られるため、紀元前2世紀の伝来であるとの説があるが、 今日では3世紀頃の伝来であると考えられている。日本には923年延長元年に中国から渡来した九世紀の伝来説、朝鮮半島経由の伝来説もある。俗名のはフェニキアノを意味するに由来する。これは古代ローマの博物学者プリニウスが博物誌を表した当時、ザクロはカルタゴのマルスとしてカルタゴ周辺が 原産地と考えてたためである。種商名のは、種のや、粒のを意味し、英名の、粒の多いリンゴは中世ラテン語の、種の多いリンゴに由来する。中国語名の、ザクロ及び、アンザクロは、パルティアの王朝、アルサケス、アルシャク、アーシェイク王朝見が、アンセキや、アンソクと翻訳したものであり、パルティアを意味する、アンソク国に由来する。また、 塗り林と呼称した時代もあるが、これはサンスクリットでザクロを意味するの音訳である。竜は身がこぶに似ていることに由来するという。日本語のザクロはザクロ、ザクロの字音からと考えられており、語音ではジャクル、関音では赤竜となる。本蔵和名ではアンザクロ、別名塗り林、若竜、和名ザクリとされている。また、 古代イランと中国の文化交流を研究したベルトルトラウファーは、バカ流ーの中国語読みのザクラウに由来するとの説を唱えている。また、有力な原産地の一つと考えられるティグリス川、及びペルシア湾の東方に、それに並行してザグロス山脈がある。ザクロの故障はザクロス山脈を現地音に近いザクロの字で音訳したとも言われている。日本ではにわき 盆栽など観賞用に栽培されることが多く、和製のヒメザクロ、鉢植えにできるや八重咲きなど多くの栽培品種がある。江戸時代の園芸書である、下段地金賞などに、記載の見られる古典園芸植物の一つでもある。荷植物は、川と種子を除いた種頃もの部分で生殖される。果汁をジュースとしたり、清涼飲料水のグレナディンの原料とするほか、 以下のような料理などに用いられる。ザクロの加食部に含まれる栄養素は、右表の通り。また、煮詰めた果汁はイランなどで調味料として使用される。古くから、以下のような部位が、薬用に供されてきた。なお、以下の利用方法、治療方法は特記しない場合、過去の歴史的な治療法であり、科学的に効果が証明されたものであることを示す。ものではい。 乾燥させた樹皮、またはコンピは、小薬名として、ザクロ側、ザクロ皮、または石粒皮、黒なきコーテックス、またはザクロコンピ、石粒コンピといい、古くから常駐、特に夕張常駐の苦中薬として用いられてきた。ティオスコリデスの薬物誌でも樹皮が、苦中薬として用いられている記述が見られる。近代になり、1884年シュローダーによって、 中薬としての有効性が科学的に証明され、過去にはイギリスやアメリカ合衆国の薬局方にも集裁されていた。日本薬局方には初版よりザクロコンピとして集裁され、後にザクロ比第7改正まで集裁されていた。ザクロ側の主な成分は0.3から1%程度の揮発性アルカロイド、ペレチエリン、イソペレチエリン、 プソイドペレチエリンなどと23から28%程度の単ン、ンなどである。通常、口湯には乾燥させた樹皮、または、コンピ30から60グラムを300ミリリットルの水に5から6時間に浸したものあるいは煎じたものを服用する。多量に服用すると中毒を起こす場合がある。また、和漢3歳添えでは、下痢、下血、脱光、放浪、 体毛を止めるのに用いるとの記述がある。さらに、口内炎や、偏桃炎のうがい薬にも用いられたという。漢方薬としては、ザクロコンピ、クオーチ側、クレンピ、ビロウシからなるザクロネユ、石粒混沌があり、苦中に用いられる。火碑を乾燥させたもの、ザクロ火碑、石粒火碑も、樹皮やコンピと同様の目的で用いられることが多く、 中国やヨーロッパでは苦虫薬として用いた。ただし、コンピに比べ揮発性アルカロイドの含有量は低く、効果も劣る。また、海中の駆除に用いられたこともあった、犬海中を用いた実験では、強い活性は見られなかった。日本や中国では、下痢、月血に対して、下皮の洗剤を内服し、口内炎や、扁桃炎のうがい薬にも用いられた。プリニュースは、 火火を利尿に用いるとしている。粉末にした花、ザクロゲは出血性の傷に用いられた。1964年、シャーフラが種子油、サンザクロにエストロゲン活性があることをマウスを用いた実験で見出し、1966年、ヘフューマンらによってこの活性がエストロンによることが示され、乾燥種子 100g 中に 1mg のエストロンが、 含まれることが1988年、マニームラによって報告され、高年期障害や乳がんなどに対する効果が期待されたが、エストロンの含有量が微量であること、経口摂取ではエストロンは肝臓で速やかに代謝されること、またエストロンの生理活性はエストラジオールの程度であることなどから実質的な効果は疑問視されている。 果汁にエストロゲンが含まれるとして1999年から2000年頃にブームとなったが流通しているザクロジュースやエキス錠剤糖獣銘柄を用いた国民生活センターの分析ではいずれもエストロゲンは検出されなかったザクロの実は同郷の曇りを防止するために磨く材料として用いられた江戸時代の銭湯には 湯船の手前に、ザクロ口という背の低い出入り口があったが、これは、小ゴミ入ると、鏡いる、鏡を磨くこととをかけたものとも言う。古代ローマでは、ザクロの花皮は比較をなめすのに用いられた。木質は硬く、床柱や装飾用の柱に用いられる。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。